今日ドラッグストアで買い物してきたので紹介したいと思います。約3000円分くらい買いました。お目当てはこのメイクキープミスト。なんかもう少しでなくなりそうだったので買いました。歯ブラシ、これはいつも使ってる歯ブラシなんですけど、もうそろそろ買い時かなと思ったので買いました。次はこの目薬。私目薬持ってるんですけど、何もクールとかがないやつ、あんまりスースーしないやつを買いました。いろんな目薬使ってきたけど結局これが一番いいです。かわいい。次はボディミルク。これがもうなくなりそうなので買いました。これ500円くらいなので安くておすすめで、最後じゃん、ボディソープ。固形石鹸がもう少しでなくなりそうなので買いました。初めて買う、こういう金木犀の香りらしいです。めっちゃいい匂い、鼻についた。ちょっと泡出してみようかな。もったいないけど出してみます。うわすごっ、なんか生クリームみたい。めっちゃいい匂い。以上です。この前Q10で購入したものもあるのでそれも紹介したいと思います。このシール見て思い出した。じゃん、これなんていうんだっけ、こんな感じのパックみたいなやつなんですけど、ビタミンの成分が入ってるので気になって買ってみました。
最近朝と夜どっちも使ってるんですけど、マジでこれ使い始めてから肌の調子がすごい、メイクのりもすごい良くなるのでお気に入りです。このうさぎちゃんに惚れて買いました。シールついてきた。じゃん、エスポアの下地です。これはまだ使ったことないんですけど、気になって買ってみました。こんな感じで、次はずっと気になってたヘアオイルを買いました。私ヘアオイルトロトロした感じのやつが好きで、これめっちゃトロトロしてるんですよ。なので買ってみました。めっちゃいい匂い。こっちにやると出せます。でこっちにやるとロックされる。使ってみてよかったらまた紹介したいと思います。今日使ってみようかな。今からお風呂に入るんですけど、その前に私がお風呂で使ってるものを紹介したいと思います。まずシャンプーから。シャンプーはアンドハニーのピンクを使ってます。いい匂いなので大好き。で洗顔系はこの3つで、これはビフェスタのマスカラリムーバーです。これないと私のマスカラ全然落ちないので使ってます。次にこのキュレルのメイク落としなんですけど、めちゃくちゃ気に入りです。これで3個目使ってます。ここは結構適当なんですけど、豆乳イソフラボンのやつです。もう少しでなくなりそう。洗顔は特にこだわってないので次また変えようかな。じゃあお風呂に入ってきます。